プランクのフューチラジオ。どうもどうも、おはようございます。現在11時37分ということで、もうすでにおはようございますの時間ではないんですけれども、頑張って撮っていきたいというふうに思います。プランクの柳です。よろしくお願いします。このリモートワーク中のね、フューチラジオ、まあこうやってあのラジオで音声を取ってシンさんとねやり取りをしてやってるわけなんですけどね、やっぱりこう会話をしてるような編集に見せてはいるんですけど、会話してるわけじゃないじゃないですか。一人で喋ったものをこう送り合ってる状態なんで、なんとなくねこうテンションがね、なんとなくいつもよりこう低いなと感じておりましてですね、ちょっと今日は気合い入れて撮ろうかなと思ってます。でシンさんから、前回いただきました、記念日イベントですね、イベント1年のイベントの中で何が好きですか、また、新しいイベント、こんなイベントあったらいいんじゃないかっていうものを考えてみようみたいなところだったかと思うんですけど、それにお答えしていきたいというふうに思います。まずね、好きなイベント、好きなイベントなんですけど、なんやろな、なんかね、冬場が好きなんですよね。どっちかっていうとイベントだけで言うと、気候が夏の方が好きなんですけど、冬場が好きで、でクリスマスから年末年始ってもう怒涛じゃないですか。本当に死も走る師走っていうぐらいの感じで、もう一気に駆け抜けていく感じがあって、なんかね、そのクリスマスから年末年始のあの疾走感がもうすごい好きですね。で疾走感ある時ってさ、なんか例えばやらなきゃいけないこととかも、まあもうなんかもうええやろみたいな、こうなんか全てを無にしてくれません？なんか世の中がこうテンパっててカオスな状態なんで、なんか日常的に通常のことしなくていいみたいな感じで、すごい気が楽なんですよね。もうこの混沌としてる年末年始はもうとりあえずええわみたいな、もう年明けに持ち越せみたいな、あのなんかええじゃないか感がすごい好きですね。で、もう一個のテーマの、こんなイベントをがあればいいんじゃないか、新しいイベントを考えようみたいなとこなんですけど、僕ちょっとまあこの日本のね四季折々のイベントを今紐解いて見てみまして、もうここはちょっとね鋭いメスを入れるんじゃないかなっていう場所があって、まあ、お盆ですよね。まあ、最近ハロウィン流行ってるじゃないですか。まあ、10月11月ね。でハロウィンってトリックアトリートって言って、お菓子をくれなきゃいたずらするぞっつって、お化けがこう街を徘徊するわけですよ。もうお盆なんかね、もう日本のハロウィンやと思うんですよ。これもうここでこうなんか、なんやろな、先祖になんか敬意を表さないといたずらするとはもうちょっとマジで怖いんですけど、なんかねお盆はねもうちょっとポップにね楽しくできるんじゃないかなっていうのはちょっとありますね。なんだろうな、なんかもうちょっとこうイベント感を出すというか、あとまあ6月ね、これも日本の穴とされる、スイートスポット6月、これがね何もないんですよ。1年で見てもね、6月って梅雨入りとね父の日ぐらいしかないんですよ。だここにね何か一つこう一個入れたいなと思ってて、で僕が考えたそのイベントっていうのがそうめん開きね。世のお母さん方とかね、やっぱご飯作るの大変な方ね、すごい重宝すると思う。もう6月の例えば13日、なんでか分からへんけど、小学校の時の僕の学校のプール開きが6月の13日やったんで、それに合わせたんですけど、この6月の13日にあのそうめん開きをちょっと加えることによって、もうその日からもうそうめん解禁、もうそっからもう1日3そうめんまで OK みたいな。でイボの糸ももうその年のその日に新しい色の色イボの糸を出すみたいな、だそういうイベントにしてしまってね、なんか各地 の府庁とか都庁から上からこう流しそうめんをしていくみたいなそれを一斉にしていくみたいな、で一番下まで一番早くついたそうめんがもうなんか福男的なこう福そうめん師みたいなね、なんかそういうなんかイベント性を持って、で6月っていう日をねちょっと迎えられたらなと思います。新さんの考えたイベントどんな感じなんでしょうか。だいぶとつらかった感じでお返しますが、一度マイクを渡してみたいと思います。新さんお願いします。はい、どうもジェットシンです。柳さんからね来たフィジラジオ、早速答えていきたいと思います。まず僕から振ったイベントどういうのが好きですかと言ったんですけど、柳さんはクリスマスから年末にかけてのあの疾走感がね好きだと言ってたんですけど、僕もすごく共感してきますね。僕もねあのクリスマスの期間12月入ってからあの感じの雰囲気はめちゃ好きで、
なんか起こるんじゃないかみたいな、なんかわかんないけど、あとゴールに向かってる感じするよね。まあ、特にね、31日から1月1日になったからって何かが変わるわけじゃないんですけど、なんかみんなでゴールに行ってる感じがする。なんかワクワクする、ワクワクする感じで、やっぱり子供の頃からね、プレゼントだ、ケーキだと植え付けられてますから、楽しいっていうの。やっぱり楽しいし、特番があったりな。で、僕は FNS 歌謡祭が始まったら、もう年末が来たなっていうふうにね、思うわけですよ。で、あのね、お祭りって感じの期間は、やっぱりすごい好きですね。で、あとね、まあ好きなのは、実は他そんななくて、逆にメスを入れたいのはね、僕なりに。バレンタイン、ホワイトデー、ここですよ。ね、ここ、もういらないと思います。もう、もういいでしょうと。もういっぱいいっぱいだと。もう限界だよって思ってる人いっぱいいますよね。もう女の子同士でプレゼントあげたりっていう会になってるから、本来のね、趣旨とは違いますから。で、僕もいい思い出ないですよ。もう一つあるのはね、高校2年生かな、時に、14日ですよ。僕はどうしてももらいたかった。ね、もらえる確信はないけども、行かないとチャンスないから、よしと思ってたらね、なんと前日の夕方から、38度5分ぐらいの熱が出まして、あれこれはやばいなと思いながら、ただ行かないともらえないから、次の日ね、黙って学校に行ったんですよ。もう39度ぐらいになってたかな。もう自転車なんですけども、フラフラですよ。いつもよりちょっと早めに着いて、席着いて、やばい、意識朦朧としてて、あれ来ない、もらえない、朝はまあもらえないかとね、朝もらえない、帰りかなって思って、ホームルームが始まって、一限が始まった頃には、もう僕の意識は飛びかけてますよ。で、それに気づいた友達が、大丈夫かみたいな。んで、休憩中に先生が、もうちょっと保健室行ってこい。やばいな。行って、熱を測ったら39度2分。もう、お前絶対分かってたやろって言って、怒られて。で、何が悲しい、もうそれはもちろん帰らされますよ。それをね、授業の合間に、休憩時間ですよ、戻って荷物をまとめて帰っていく姿、あれこの悲しい恥ずかしいことはないですね。クスクス笑われながら、あいつ絶対無理してきたやん、なぜなら今日バレンタインだから、もうここでしかないですからね。とぼともね、山を降りて家に帰ったっていうね、もうこの時に思いました。もうこんなもんなくなってしまえと。なので僕はそれをなくして、じゃあどうするのか、そのイベントもったいないじゃないかっていうのが、ここを変えます。フレンズデーにします。要は、友達にプレゼントを渡して感謝を伝える日にするんですよ。親とか、おじいちゃんおばあちゃん、恋人に感謝をする日っていうのはあるんですけど、友達にっていうのはないですよね。まあ、お歳暮中元っていうのはまたちょっと趣旨が違う。あのポップな感じをやりたいと思うんですね。で、特に女の子同士は誕生日のプレゼントをやってるけど、男ってないですよね。そういうの恥ずかしくて。だからここで、ちょっと日頃世話になってるなっていう友達には、ちょっとこうプレゼントというか、これちょっとね、世話になってるからっていうので渡してもらった方が、3月に返すと。で、フレンズデーにしてみるのはどうかと思いますね。あともう一つ。4月1日、エイプリルフールですよ。ね、ここ僕はね、惜しい。非常に惜しいですね。もうちょっとでイベントになる。で、どうするか答えありますよ。4月1日エイプリルフールは本来は嘘をついていいですよね。まあ重いのはダメですけど、これ逆ですね。嘘をついてたのを懺悔できる日にするんですよ。今まで奥さん、恋人、友達にちょっと嘘をついた隠し事だったりとか、あまり重いのは無理だと思うんですけど、それをカミングアウトするで、言われた方はその代わり許さないといけない。ちょっとね、プレゼントを添えてね、ごめんなさいとでもいいし、例えば仮パクしてた本とか、このタイミングで返すのもいいですよね。そういう感じです。エイプリルは嘘をカミングアウトする懺悔の日にしたらどうかって、そういうふうに思いますね。どうでしょうか、柳さん。この2つのイベントは、まあ、一旦この状態でお返しします。はい、しんさんありがとうございます。新しい祝日の提案といたしましてですね、2つほど提案をいただきました。まず1つ目がバレンタインでホワイトデーに変わる祝日として、フレンズデー、ね、異性にチョコを渡すというよりかは、まあ、友達であったりだとか、自分以外の人にとにかくチョコを
あげる、友達に渡すという、そういう風にしてみてはどうかっていうところですね。これはね確かに賛成です。まあ、特にね、まあ、友チョコであったりだとか、あまりこうね異性から異性にね渡すっていう文化でもなくなってきたような感じもしますんで、なんかフレンズデーはもうすでにそうなりつつあるんじゃないかなっていうような、ちょっとそういった感じもするので、これはねいいと思います。でもねやっぱシンさんが提案する、まあねこの後に提案するその逆エイプリルフールもそうなんですけど、なんかやっぱうさんくさいんですよね、フレンズデーとかね。なんでしょうかね、どうことなくこうなんか締めっぽい感じがするんですよね。利権が絡んでる動きがねすごくあるんでね、そこがシンさんいいとこだなと思います。で、4月1日エイプリルフールをちょっと変えて逆エイプリルフールというかね、誰もが嘘をついていい日ではなく、それまでついてきた嘘を懺悔してもいい日、それをまたその懺悔した嘘を許す日というね、まあ、これも心優しい日ではあるんですけども、これはねなかなかこの日本のご時世においてね結構な問題を生むんじゃないかなというふうに思います。まあ、1個あるのはその逆エイプリルフールだからといって白状した嘘が許せないレベルのものだったとか、例えば浮気をしてましたとか、なんかそういったところで、男の人から女の人にこうね、実はこんなことしてたんだよと、でも今日は逆エイプリルフールだから許してくれるよねって言えくれるよねのねぐらいでもうビンタ飛んでくるみたいなね、全然許してくれへんみたいな、そんな問題じゃない、日にちとか関係ない、離婚やみたいな、こうエイプリルフール離婚みたいな、そんなものがちょっと起きてしまうんじゃないかという、まあ、ちょっとワクワクと懸念とがあるのと、あとねもう一個思ったのはね、こうなんかその逆エイプリルフールだからこそのこう寒い演出というか、逆ですよね、逆エイプリルフールプロポーズみたいなのがある気がするな。なんとなくこう嘘をついてもいい日、嘘を懺悔してもいい日かっていうことで、なんか今まで自分の気持ちに正直になれず嘘をついてたんだけど本当は君のことが好きなんだみたいなね、このだ好きなんだのだぐらいでもピンタ飛んでくるみたいな、もう全然受け入れられへんみたいな、なんかそんなねこう寒い演出がねアベマ TV あたりであるんじゃないかなっていう感じがしますね。まあどっちにしろなんかこう新しい発展を見せそうな祝日なので、ちょっと一回ぐらいやってみたいなという気はします。でまあ、話題というかね、新しいテーマがないままこっちに飛んできたので、このままこのテーマ続けるんですけども、一個ね、思ったのがね、日本の祝日、特にイベント、僕らが想定しているイベントって、全部、誰かと何かをする日なんですよね。だからみんなで街を出て仮装にする、仮装するハロウィンであったりだとか、誰かにプレゼントを渡す、バレンタインデー、ホワイトデーであったりだとか、常に対象がいるというかね、相手あっての、記念日イベントっていうのを感じがするんで、逆に僕がここから新しく追加で、ご提案したい祝日、イベントっていうのは、サイレントデーっていう、ね、もうこれをちょっと提唱したいですね。これすごいですよ。本当に今はなんかラジオ撮る前にちょっと考えてて、あ、これはいいなと思ったんですけど、例えばね、クリスマスとかハロウィンとか、もう、バカ騒ぎしたイベントの翌日にサイレントデーっていうのを設けるんですよ。で、その日はもう、その市町村はもう、一言も誰も喋ってはいけないっていう、街を静かにするんですよ。静かにすることで、まあ、静かにするそのボディーランゲージとかありですよ。喋らない、音を発さないというコミュニケーションを取る日にするっていうのは、これかなり斬新で面白いんじゃないかなと思います。で、これね、なんかもう一歩踏み込んだことを言うと、全国共通の祝日にしないんですよ。月曜日、1月の第1月曜日は関西圏だけサイレントデーとかね、で来月その次の2月の第4週は、東海地方のみサイレントデーとかすることで、多分ね、人の動きが活発になると思うねんな。サイレントデーをやってみたい人たちは、そのサイレントデーが実施されてる県に行って、お金を落として、で逆にサイレントデーとかね、絶対無理な僕みたいなこのおしゃべりな人種っていうのは、その、自分の県とか市町村がサイレントデーに指定された時に、多分別の県に逃げると思うんですよね。でこれでまた経済が動くと。これ非常に良くないですか？しんさん、どうすか？はい、ジェトシンです。柳さんからねイベントのご提案いただきましたけども、いやまず驚いた。彼の口からサイレントデイというイベントがね飛び出してくると思わなかったので、もう耳を何度もね疑ったんですけども、内容聞いてるとなるほどなと思いましたね。いや最初は驚きましたよ。誰よりも喋るおしゃべり野郎なんですけどもね、ご存知の方はまあ
分かると思うんですけど、とにかくもう喋る人なので、そんなことできるのかなと思いましたが、なるほどと。で、確かに、その、誰かと過ごすイベント、誰かに何かを送るイベントあるんですけど、一人で何かをね、楽しむイベント、確かにあんまないなと思いまして、その中で、サイレントで、僕は好きですね。で、面白いのが、県外に、まあ、逃げると。ね。今ちょうど自粛中で、パチンコがね、閉まってた時に、地方でやってるパチンコ店に人がね、県をまたいでやりに行く、逃げるというか、やりに行くみたいな。まあ、あの発想ですよね。となるともう彼は、おしゃべり中毒であると。その、ね、中毒で喋ってるんだということに、すごく僕は心配をね、してますけども。まあまあ、それは面白いなと思いました。で、またね、他の県に行くっていうのいいなと思って、僕も、それで言うと、ゴールデンウィークだとか、ああいう時に、ね、ちょっとイベントとか変わっちゃうんですけども、なんとかね、その集中させない。人気の、なんだろう、観光地を外す方法でね、例えば東京に登る高速は値上げをして逆に。で、地方の売れてないというか、あまりそんな人気でない田舎の方は高速をもう無料にするとか、電車を無料にするとか、とにかくこのシャッフルしないとね、もう集中しちゃうので、そこをね、うまいことやれれば面白いなと思いましたね。またね、今、なかなか旅行にね、ゴールデンウィークなんですけども、行けない。本来だったらこんなの、いろんなところに人が散らばるんですけども、それが今ないんで、おそらく、このね、騒動が収まって、自由に行けるようになったら、このね、反動で皆さんどっかにね、お出かけするとは思うので、その時に、ね、何か、新たなね、観光のできる地域とかあればなとは思ってます。皆さんもね、どこに行こうかっていうのをちょっと考えながら、ね、ステイホームということでね、家の中で次どこ行こうかって考えながら過ごしていきましょうということで、一旦今日のフューチュラジオの方終わりたいと思います。また次週、フューチュラジオの方でお会いできればと思いますので、よろしくお願いします。ですね、すごいこと言って、でって言ったけど、僕たちこのフューチラジオですね、ショールームという配信サービスの、配信アプリの方でも、そういうタイトルでやってます。で、こちらの方は毎日、10時とか夜ですね、23時に、おしゃべりをね、ショールームという配信の方でやってますんで、毎日やってます。なので、もしご興味あれば、そちらの方もショールームに来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは一旦今日のサービス、ぐだぐだだな。今日のフューチラジオを終了します。それではまたお会いしましょう。さようなら。